はい、どうもー。今日はですね、ゴッツということで、はい、やったことある？打ちっぱなしを2回、3回あります。一緒に何回か回ってるんだ。僕はデスクさんと何回か回ってますね。スーパー下手くそ3人組がショートコース回ったらどうなるかやってみたいと思います。行、はい、くぞ。じゃあやってみましょう。はい、じゃあまずですね、何番、ゴルフってこう番手、まあそうなんですよ、この9、これが一番良くて、それ6番だな。6ですね。まずはサンドイッチとかからね。サンドイッチ、サンドイッチ、ピッチングとかね。 P にしようか。 P、 はい、ピッチング、はい、200まで飛ばさないんですよね。飛べない、これでは。もう意味も分かってないしや。もうあれ T から下ろさないところかな。絶対何も教えんこうやつだ。はい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 。ああ。あんま光るしなさそうだけどな、イメージはな。うまい。でもいいとこ行きましたね。ショートホールですね。ここ非常に短いコースですけども、8ホールだけショートコースなんと900円で回る激安なコースでございますので、今日やってみたいと思います。今日はね、アスカがほぼ初心者ということで、はい、光と俺の、勝負ということで、はい、まあ、一応経験量的に、まあ、光るのがちょっと経験が浅いということで、全ホール1打、ハンデをありがとうございます、つけようかなと思ってて、何ホール勝つか、勝った方がホール数で勝負ということでやっていきたいと思います。じゃあまずね、ゴルフは基本的に、まあホールごとに入れないといけない打数が決まってます、はい、まあ、3打、大体ここ全部パー3だと思うので、全部3打以内で、光は全部ハンデがあるので4打以内に決めていくということになってます、はい、さあ、尾中大輔1投目お願いします。どうぞ。大きかったですね。じゃあ立花行きます。はい、へいへい、短いだろ。行きましょう。やばいな。ちなみに、遠い人から打ちます。遠い人から。じゃあヒカルさんから。はい、イエーイ、登った、ラッキー。はい、僕は何を見てるの？パターでいきます。早い早い、ミシェル・ウィーダスの早い。うまい、惜しい。じゃあ僕は4打です。4打入った、まあ、入ってますよね。じゃあヒカルの勝利。はい、はい、じゃあ2ホール目でございます。42ヤード42ヤードですので、はい、まあヒカル君からいきましょう。よし、いきます。お、いい感じじゃないですかね。でかいね、トップ下、これで入れたらすごいね。よいしょ、おーっとね、やばい。はっはっは、はい、ヒカル全然できてない。ハンデ上げてるのに全然来てない、おかしいな。行くか。お、あー転がってった。お、お、あー惜しい。うまい、うま、惜しい。うまいがちょっと超えたか。はい、レッスン4段目、はい、はい、終了。よし、ありがとうございます。5打目、はい、ハンデ1回あるので同点ってことですかね。同点か。とりあえず今のところ、はい、お前が一歩リードしてるけど。そうなんですよね、うん、僕がっちゃってるんです。もうビタッとバーディーですよ。バーディーチャンスです。はい、3ホール目、いくぜ。3ホール目、おのがですけど1打目でかい。いいね、
お、超えるんだ。ピカさん、荷物俺、カバン。あ、ね、ちょっと待って。やばいよ、谷越え。谷越え。谷越えですね。そう。谷良子。お。あー、これ食った。うまい？うわー、逃げたい。いった、そのまま。うまい、うまいね。あった。あー、惜しい。強い。どこだ。ここちょっと見て、ちょっと長いわ。あー、遠いっすね。見せるよ、そろそろ。はい、お願いします。グリーン乗せよ。でかい、右トップ。で、僕が代わりに見せます。お願いします、はい、うまい、うまい。で、第1、3打目になります、これ。あ、マジっすか。うまい、うまい。めちゃくちゃ綺麗に飛んだ。お、うまい。惜しい。はい、惜しい。はい、ちょうど半分終わりまして、はい、今ヒカルが2勝で、俺が今0勝なので、はい、3勝以上しないといけないです、後半で。5ホール目、5ホール目ちょっと狭いじゃないですか。あっち向きにちょっと打って、最悪あっち行っても坂に当たって降りてくるっていう作戦でいきたいと思います。ちょっと左側狙い。なるほど、はい、左側狙い作戦と。止め。おー、ナイスショー。作戦通りか。おっと、おー、転がってきた、転がってきた。カメラに映ってないか。はい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 。うおー、めちゃくちゃ上がった。うわ、マジ乗った乗った。うわ、これですよ、これ。作戦プロかなと思う。ピンの真横。これチャンスですね、逆に。お、おお、転がった、ラッキー。おの、惜しい。うまい。あーっと、キックが良くなかった。惜しい。おっと、された。おっと、惜しい。うわー、惜しい。はい、あ、はい、あ、オールインワン出したいね。オールインワン見たい。やったことあります？あるわけないだろうね。ないんすか？ショートもないですか？ないよ。出ないわね。無理なんだよ。うまいぞ。パッパッ。うまい。よいしょ。いったんじゃないですか。はいはいはい。うまい。いいじゃないですか。うまい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 。やば。おっと、強かったか。これあるぞ、まだ。ここのね、芝は切れないんですよ。まっすぐ打つ。切れるやし。切れたー。なんて言いましたっけ。ここの芝は切れないんですよ。はい、アリハー。うわー、5。はい、よしよしよし、勝利。はい、7ホール目ですね。うわー、うまっ。お、はいはいはい。何か埋めたんすか今の。全然わからん。何でやったの。全然わからん。何でやったんすか。お、分かった。うわー、止まれ。
うわちょっと弱かったか。折れた。弱い。惜しいっす。どうぞ。よし。はい、5番。過ぎた。もうきつい、もう勘弁してくれ。 いよいよ最終ホールでございます、はい、今のところもう光の勝ちは決まってますけど、今まだ1回でグリーン乗せてないんで、ここはチャンスかなと。111ヤードっていうのとはちょっと下にあるじゃないですか。ちょっとね、はい、下ってんで、下り坂ですもんね。チャンスだなと思って乗せていきたいと思います。パスでグリーン乗せてください。はい、よいしょ。おー、はい、降りました。一応あっちのコースのに乗ったかもしれないです。向こうの隣のコースのグリーン乗った。で、迷惑じゃないですか。おお、うまい。どうだ。おお、これは綺麗にいった。いやー、ここでこだわちょっとでかいっすね。でかいっすね。チキン食いたい、チキン。弱かった。惜しい。ちょっと強かったか。あ、すいません、すぐ取りに行きます。これ終わってから取りに行く。ありがとうございます。強かった。どうだ。よし、はい、ありがとうございます。はい、走れ。カバンを忘れた小橋川、走ります。あのカバンなんですけど、はい、あの、アスカが、うん、ヒカルさん、あの、今、カバン、俺が持ってきますって預かってくれたんですよ、かっこよく。そしたら、あっちに置き忘れるって走って取りに行く。で、邪魔してる。ヒカルさん、見ます？俺、カバン。誰のカバン？はい、誰のカバン？これヒカルさんのカバンです。俺が持ってきますよっつって置いてきた。絶対貸さん方がいい、こんなやつ。結果発表。ヒカルくんが4勝2敗、うん、2引き分けということでヒカルくんの勝利。ありがとうございます。1回しか勝てんかった。まあオールスコアでは勝ちましたけど、まあハンデ上げといてボロ負けでしたね。そうでしたね。ありがとうございます。ちょっと久しぶりだったんで、まあ、痩せてからリベンジも1回。あ、よろしくお願いします。で、アスカもね、もうちょっと練習してから一緒に回れたらいいじゃん。そうですね。そんなことより俺はあと1時間ちょっとでズーム会議があるから急いで帰りましょうか。はい、ということで安全第一第1問、また見てね。